今日はグラスワーカスさんに来ております。はい、エスパスっていうですねブランドなんですけども、僕は最近普段、最もよくかけているメガネですね。非常に軽いやつです。もう僕のは 12-13g ぐらいしかないんですけども、もうなんていうんですかね、かけてる感覚的には非常にこう肩が凝らないというかですね、肩凝るというのは錯覚なんですけども、非常にかけやすくていいメガネがたくさん種類がございます。で、もしバイクの方で使われる場合ですね、ヘルメット持ってきてフィッティングしてみてください。モデルによってはですね、これストツルがまっすぐなんで、ちょっと後ろの方引っかかる場合がありますので、はい、それは自分でちょっとここ曲げがあるやつもあるんですけども、この辺とかですかね、あるんですけど、ぜひその辺はご自身でフィッティングしてみてください。あ、これですね。そう、こうやってちょっとこう曲がっているやつがあるんですけども、はい、ヘルメットの帽体の形によっては若干引っかかりが出る場合がありますので、注意してください。はい、で、バイク用メガネといえば、はい、こちらにありますね。はい、バイクメガネ、はい、いろんなところで、うちって言っちゃいますけどね、グラスワーカスさんでやってから他のところでもですね、ちょっと類似品が出てるらしいんですけど、バイクメガネっていうのはですね、バイクで使うのに適したメガネっていうのも、まあ、もちろんそうなんですけど、バイクで使うために懸眼ですね、あとフィッティングとかですね、全体の作りをバイクに合わせて作れるかどうか、そういう設備があるかどうかっていうところが問題になってきますので、何でもかんでも形がね似てて、バイクのヘルメットに入れてですね、使えるからバイクメガネっていうわけじゃないんですよ。はい、新色出ております。これなんかね、スバルっぽい色ですけどもね、はい、ラリーのですね、こちらのラリーの方がですね、使っていらっしゃるということで新色が出ております。はい、でこちらホワイトベースのホワイトカラーも出てますので、昔からねうちのチャンネルご覧になっていらっしゃる方は、よくご存知かもしれないんですけども、新しくですねこのレンズの幅が少し広いモデルが出てますので、もし興味ある方はグラスワーカスさんですね、お問い合わせいただければ幸いです。はい、はい、今日僕はですね、こちらのサングラスですね、エスパスのサングラスですね、こちらを新調をさせていただいております。はい、顔を隠したいわけじゃないんですよ。顔を隠したいわけじゃない、視線を隠したいんだ。視線を隠して何をするかというとですね、チラチラと、はい、見てはいけないものを見るわけです。はい、そのためのサングラスですね。新オプションです。はい、これ変更が入ってるですね、カラーレンズになりますけども、これ従来のこのバイクメガネキャブレターに装着することができます。はい、これ今日はたまたま雨なんで僕これつけて見てみたんですけど、非常にいいクリアな視界を確保できました。これすでにバイクメガネ持ってらっしゃる方にもですね、これ強くお勧めできますね。はい、こんな感じでですね、ヘルメットをかぶった状態で、かけてますけども、こうやって開けられますね。はい、でちなみに変更だと液晶画面が結構もやもやってなるんで、ナビ見ながら走りたいっていう人にはマイナスかもしれないですけど、まあ基本的に運転中見ない前提ですからね。はい、まあ、こんな感じ、こうやって、ね、これなら暗くなっても安心だ。うん、はい、こちらeEシェードですね、見たことある人もいるんじゃないのかなと思うんですけども、この真ん中にですね、実は言うとですね、センサーがついてます。で、これが光のですね、状態を察知して、このサングラスですね、これサングラスなんですけども、この部分が色が濃くなったり薄くなったりします。今これ一番薄い状態です。はい、でこれが太陽光等が当たるとパッてこう、色が濃くなる感じですね。オートバイだとですね、走ってる最中トンネルに入ったりとかすると思うんですけども、その際にその明るさというかですね、レンズそのものの調光をしてくれるというような感じのサングラスになってます。はい、これまだサングラスです。
で、まだちょっと未定なんですけども、これをメガネにできるですね、度付きオプション、度付けられるオプションっていうのがですね、今のところ開発中のようです。はい、これまあちょっとはっきりとは言えないんですけども、これ、非常にこう おすすめで面白いですね。はい、面白いメガネになってます。あとね、これ同じようなモデルが国内でいくつか出てるんですけども、このイーシェードの方はこれメイドインジャパンなんですね。これメイドインジャパンです。メイドインジャパンで国内製品なので、僕はこのモデルをおすすめしたいですね。はい、29,700円です。あとね、溶接やってる人から見たらね、そんなの30年前からあるよって言われそうですけれども、溶接のお面あるじゃないですか。パッてこうアークが飛んだ瞬間に降って暗くなるやつですね。あれに非常にこう似てる感じです。要はもう液晶ですね、液晶。液晶が、ここに入ってて、感光装置と一緒にこう連動するっていうような感じのサングラスですね。お問い合わせはグラスアーカス。よろしく。ですね。じゃあ辻村さん、店長の辻村さんです。バイク、はい、よろしくお願いします。バイクのメガネ、等ですね、まあ、サングラスも含めて、まあ、バイク乗らない人でもいいんですけども、この動画をご覧になってくださっている皆様にですね、一言お願いいたします。どうぞ。はい、当店の、バイクメガネなんですが、バイクメガネって、まあ、普通にバイクメガネって結構最近、販売はしてるんですけども、やっぱり検眼をしてちゃんとバイクに合ったフィッティングをしまして、で、まあ、こういう紳士力ですとか距離感ですね、遠近感、あとはこういう動体視力、こうスピードにどれだけ目がついているかいくのかなですとか、まあ、ちゃんとこう見えてるか、周辺視ができてるか、見たの目が動いてるかとかっていうのを総合してバイクメガネとしてうちでは販売をしてます。なので、まあ、簡単にこうできてしまうものだと、まあ、あとは形だけ、まあ、上が切れないだけのメガネとかというのとはまた違うものだと思っていただければと思います。それがちょっと私言いたかったことです。よろしくお願いします。はい、というわけで、このバイクメガネはグラスアーカスでしか作れません。作れません。というわけで、皆さん、バイクメガネですね、まあ、運転全般で割とこう使えるものだと僕は解釈してるんですけど、ラリーで四輪でも使ってらっしゃる方がいるぐらいで、最近そうした、何でしたっけ、さっきの 色のやつとかですね、スバルのチームスバル新井の、はい、新井俊博選手ですとかもうちのメガネでこう走ってもらってます。でラリーのああいう過酷な状況の中でも、まあ、なんて言うんでしょう、ついていくメガネとして自称してはいただいてますので、うん、はい、はいはい、というわけで、ぜひ皆さん、はい、メガネ新調をしてみようかなという方いらっしゃいましたらですね、ぜひグラスアーカスさんの方にお問い合わせいただければ幸いです。はい、よろしくお願いします。